イタリアンアイスは果物やシャーベットに似たその他の天然、または人工食品の風味付けがなされた甘くて細かく砕かれた霊下である。その発祥地たるイタリアのほか、アメリカでも広く食されている。イタリアンアイスはシャーベットコーンやスノーコーンに類似しているが乳製品や卵の成分が含まれていないという点でアメリカ風のシャーベットとは異なる。これは シチリアのグラニテを発祥とするものであり、イタリアの移民が米国に持ち込んだデザートに由来する。一般的な味付けとしては、レモンやチェリー、オレンジ、スイカ、ブルーラズベリー、マンゴー、イチゴ、ブラックベリーなどをはじめとして、多岐にわたる。フィラデルフィア大都市圏では、ウォーターアイスとして知られている。イタリアンアイスのように、ウォーターアイスも、同様に、イタリア系移民によって、 フィラデルフィアにもたらされた。フィラデルフィア地域のウォーターアイスはほぼイタリアンアイスと同義である。果実または果汁を原料とする場合を除き、イタリアンアイスは米国の法律で栄養価が最小限の食品と位置づけられている。ありがとうございます。